メトロイドシリーズメトロイドプライムさんコラプションメトロイドプライムさんコラプションとはニンテンドー発売の Wii 専用ゲームソフトメトロイドシリーズのプライム三部作完結編第一作から続く SF と古代ファンタジーを融合させた世界観でフェイゾンとダークサムスにまつわる一連の事件を題材としているそれまでのメトロイドシリーズよりも シリーズの世界観や設定に関して掘り下げられたシナリオとなっており、従来では設定としてのみということが多かった、統括期間、銀河連邦の大規模な舞台や施設の登場、サムス以外のバウンティハンターの登場及びそれらとの共同作戦など、さらにストーリー性に深みが持たされている。なお、シリーズで初めてサムス以外の人間キャラクターが登場する。 今までのメトロイドプライムシリーズは次の目的地が指示されるリモートスキャンや次の場所に必要な装備のヒントなどはあったものの基本的に自己探索であったが本作のストーリー進行は明確な次の目的指示が与えられそれに従って行動するというものが多く 2D 作品のメトロイドフュージョンに近いシステムとなっているまた各惑星間エリア間の移動は スターシップに乗り込んで特定の発着場経由で行うというメトロイドプライムハンターズに近いシステムが採用されている。ゲームハードが Wii に移ったことにより Wii リモコンを用いた操作となっている。大きな変更点が Wii リモコンのポインターによってアームキャノンの照準やサムスの視界の移動を行うようになったことである。これによって従来作では不可能だった。 移動しながらの視界移動や対象をロックオンしたままでの標準移動が可能となった。移動している敵に対しての偏差打ちといったことも可能となったほか、敵をロックオンしたまま対象の放ったまにこちらのビームを当てて迎撃するといった動作が求められる場面も多くなっている。また、ロックオンフリーエームオフの状態でもボス戦などで必要な時は自動的に ON に切り替わり、 戦闘が終了すると、オフに戻る。ヌンチャクもグラップリングビーム使用時に活用し、従来作では移動手段としての使用だったビームを特殊なポイントに、ある対象をロックオンし、ヌンチャクを振ることでビームを打ち込んで引っ張る、引き剥がすといった動作を行う。これ以外にも、ビールモコンを腕に見立てて、レバーやスイッチの操作などを行うなど、よりリアリティや一体感のある動作が組み込まれている。 本作を特徴づける要素として、ハイパーモードというシステムがあり、イベントでペドスーツという装備を入手して以降、エネルギータンク一つを消費して使用可能となる。ハイパーモード中は、ハイパービームを、はじめ強力な専用の武器を使用することが可能になり、敵からの攻撃でダメージを受けなくなる。また、ハイパーモードの装備でなければ破壊できない敵や障害物が、 要所に存在する。従来のシリーズ作のような、ビームの種類の切り替えや、ミサイルのチャージコンボといった要素のない本作では、いかにこのモードをうまく使うかが攻略を有利に進める、鍵となる。ハイパーモード使用中は、画面上部に、フェイズオンエネルギーゲージが表示され、武器の使用で減少していき、このゲージがゼロになる、25秒経って、安全装置が発動する。 特定の攻撃を受けて安全装置が発動するとモード終了となる。また、後日のコラプションモードになる前なら任意解除することも可能で、この場合に限りゲージ残量に応じて体力エネルギーが還元される。ゲームを特定の場面まで進んで、以降は10秒以上ハイパーモードを続ける、もしくは敵の放ったフェイゾングレネードなど特定の攻撃を受けると、 コラプションモードという状態に移行するようになる。ゲージが赤く点滅するのが発動したサインである。これはいわば、フェイゾンの暴走状態であり、このモードになると時間経過とともに、ゲージが増加するようになり、敵の攻撃を受けると通常時と同様ひるむとともに、本来のダメージに比例した分のゲージが蓄積されるようになる。ゲージが最大の状態で5秒以上経つと、 サムスへのフェイズオン汚染が限界を超えてゲームオーバーとなってしまう。コラプションモードが発動すると任意解除を受け付けなくなり、武器を使用してゲージ残量をゼロにするか、一定時間経って強制解除されるのを待つしかない。ただし、逆に言えば、コラプションモード中は常にエネルギーが供給され続けるということを意味し、ゲージが空にならず溜まりすぎないように消費していけば、 ハイパーモードの装備を一定時間内なら無制限に使用し続けることができる。なお、ハイパーモードは一部のザコ敵やボスも使用し、発動中は攻撃力が増加するほかハイパーモード、未使用時のサムスの攻撃ダメージを大きく軽減してしまう。惑星エーテルでの事件から6ヶ月後、銀河連邦のネットワークコンピューターとして各地に配置されていたオーロラユニットが、 ウイルスのようなものに感染しているということが判明した。スペースパイレッツの襲撃に橋を発するオーロラユニット313ダッシュ事件により、ネットワーク全体にフェイゾンウイルスが拡散していったのだ。事態を重く見た、連邦政府は腕利きのマウンティハンターであるサムス、アラン、ランダス、コア、ガンドレーダに緊急招集をかけ、事件の調査を依頼したが、 その矢先に恐れていたスペースパイレーツの教習を受ける。惑星のリオンの防衛基地へと向かった4人のハンターは、停止された防衛装置を復旧させるためにパイレーツと戦うが、そこにサムスが倒したはずのダークサムスが襲いかかってきた。今回は様々な惑星が冒険の舞台となる。ありがとうございます。